皆さん、たまです。この動画では2021年10月9日土曜日に開催されたゆるキャンの音楽イベント、ゆるキャン音楽祭2021の内容と感想をお伝えしたいと思います。この動画にはゆるキャンアニメ1期2期漫画原作、そしてイベントゆるキャン音楽祭2021のネタバレが含まれますのでご注意ください。また自身の記憶とメモに頼ってこの動画の内容を作成しているので、誤った箇所があるかもしれませんがご容赦ください。そして内容が長くなってしまったので、3回の動画に分けてお伝えしていきたいと思います。ということで、この動画の内容です。続いては音楽祭後半パートについてです。後半はゆるキャンアニメ1期のサントラから定番曲が披露されました。いやー、2期の曲ももちろん名曲揃いですが、ゆるキャン1期の曲もやらないのかなと思っていたらここで来ましたね。いや、そうですよね。来ますよね。期待しててよかったです。ということで、まずはゆるキャンのテーマ。この曲を聴くともう一瞬でゆるキャンの空気になりますよね。生で口笛を吹いててかなり驚きました。自分はお恥ずかしながら口笛を吹くことができないので羨ましいと思います。続いてはキャンプ行こうよ。これもゆるキャンって感じの曲ですよね。とりあえず出かけたくなる、天気のいい日に聴きたい曲ランキング1位ですね。そしてその次はおしゃべりとマグカップ。この曲のゆるい感じ、雰囲気すっごい好きですね。いや、ほんといい曲が多い。そして一期のサントラ最後はソロキャンのすすめ。りんちゃんが一人でまったりしている様子の脳内再生が余裕です。いや、一期の楽曲の中でもお気に入りの曲をたくさん生演奏で聴くことができて本当に贅沢な時間だったなと思います。ということで、続いては満を持して朝香さんと佐々木恵里さんの登場についてです。いや、もうほぼ全部のサントラを聴くことができたし、もう終わりかなと思っていたら忘れてはいけないお二人が登場です。立山さんの呼びかけに応じて登場したのはアニソンシンガーアジアに咲く花こと朝香さん。2期オープニングの Seize the Day を圧倒的パワフルな声量で歌い上げます。いや、本当に元気もらいますね。最&コーです。そして佐々木恵里さんも登場。コロナ禍でなかなか会うことのできない時期に立山さん、朝香さん、佐々木恵里さんの3人により作成され、アニメ2期の第7話でも披露された名曲この場所でを歌い上げます。めちゃくちゃハーモニーのところが気持ちいい曲なんですよね。生で聴くと痺れました。最後には佐々木恵里さんがしっとりと2期エンディングの春の隣を歌い上げます。このしっとり感、旅の終わりに向かっていることを実感させられつつもそれすら心地よさに変えてくれる感じがしますね。そして締めにはゆるキャンシーズン2のテーマを披露しての大団円。ゆるキャンの全てを網羅したと言っても過言じゃない音楽祭でした。いや、本当に満足度と充実感がすごかったです。と、まあそんなにすんなり終わってはたまんないですよね。もちろんすぐにアンコールの手拍子が会場中に鳴り響きました。ということで、再び登場するは佐々木恵里さん。一期のエンディング「冬日和」をしっとりと歌います。冬のアウトドアにぴったりな名曲ですよね。そして最後、再度朝香さんが登場して一期のオープニング「シャイニーデイズ」を歌って終了かと思いきや、なんと立山さんが「ハッピーバースデー」を歌い始めます。実はイベントの2日前2021年の10月7日が朝香さんの22歳の誕生日だったんですよね。いや、おめでとうございます。この立山さんの粋な計らい、いや、改めてチームゆるキャン最高だなって思いました。どうなるかわからないですが、ぜひ映画版でもこのメンバーで音楽を作っていってほしいなと思います。ということで、
バースデーサプライズに盛り上がった後は、本当に最後の最後、一期オープニングシャイニーデイズを全員で歌い上げて、さらに最高の盛り上がりを見せました。手拍子をしたり、リズムに合わせて手を振ったり、いや、めちゃくちゃ本当に楽しかったですね。そして幕が下り、イベントが本当に終了しました。と思ったらまだ終わってませんでした。ということで、最後はカリブー君と映画最新情報についてです。本当にもうイベントが終わったかと思いきや、再度幕が上がり、なんとそこにいたのは等身大のカリブー君。まさかの登場に、声を出しちゃいけないのに会場はもうどよめきがあふれましたね。一体何回このイベントにはサプライズがあんねんと興奮しっぱなしでしたが、以前の動画でもお伝えした通り、このタイミングで映画最新情報の発表がありました。映画の最新情報に関する考察動画は概要欄にリンクを貼っているので、よかったらご覧ください。ということで、カリブー君に花森さんたちがいろいろ質問しますが、カリブー君は CV 豊崎亜希さんで、言えるセリフはそうだねだけです。豊崎さんがカリブー君として答えるたびに、後ろを向きながらコナン状態になっていたのが面白かったです。映画の最新情報を発表するためだけに30万円の制作費がかけられて作られたことなどが質問されて、そうだねと答えてました。ちなみにアニメ2期第8話の犬犬犬子さんで明かされた値段は36万円でした。また本家モンベルのモンタベアはウィキペディアによると42歳のオスで、2015年時点での販売価格は34万円。これまでに2頭が購入されているとのことです。そしてさらに面白いことがあります。というのも、ゆるキャン音楽祭の後日行われたアンケートで、このカリブー君を購入したいかどうかというアンケートが取られてたんですよね。ゆるキャン運営は本気でこのカリブー君を売る気なのかもしれません。いや、こういう運営のマジなのかふざけてるのかわからない感、嫌いじゃないです。ということで、最後、ゆるキャンの映画最新情報がなんと山梨日日新聞の号外として刷られて、会場から出る際に一人一部ずつ配布されました。いや、こんな号外の新聞まで作られるなんて、山梨県がゆるキャンにいかにかけてるのかがよくわかりますね。そしてなんと翌日、2021年10月10日の山梨日日新聞でも4面のゆるキャン特集が組まれる事態に。こちら山梨県じゃないと買うことができないのかなと思ってたんですが、山梨日日新聞のサイトからバックナンバーを購入し送ってもらうことができるそうなので、欲しい方は在庫がなくなる前にぜひ購入するのをおすすめします。ちなみに通常は5部まで購入できるそうですが、ゆるキャン特集のある10月10日付の新聞は3部までしか購入できないとのことでした。いやー、ということで、ゲームにフェスに映画にと、まだまだゆるキャンの盛り上がりは終わらないですね。いや、これからも一緒にゆるキャン皆さんで楽しんでいきましょう。ということで、この動画の内容は以上です。それでは本日のまとめです。ということで、この動画の内容は以上です。またチャンネル登録、いいね、コメントなどもしていただけると嬉しいです。最後までご覧くださって本当にありがとうございました。